皆様こんにちは。今回は2016年12月中旬より Android 向けにも配信が開始されたキーボードアプリ Gboard の設定と使い方をご紹介させていただきます。 Gboard はこれまで iOS 版のみが配信されていたのですが、 Android 版の海外言語向け Google キーボードアプリがバージョン 6.0 のアップデートで Gboard にリニューアルされ、iOS 版と同じように利用することができるようになりました。 Gboard の特徴はキーボード上で Google 検索が行える点で、検索結果がキーボード上に表示され、その検索結果から指定したコンテンツを直接貼り付けることができます。この機能では例えば Gboard の検索結果からコンテンツ URL や画像をダイレクトに貼り付けることができるわけです。ただし Gboard は2016年12月現在日本語には非対応で、 Google 日本語入力アプリも今のところ Gboard のキーボード検索機能をサポートしていません。 Gboard はキーボード画面に表示される G ボタンをタッチすることで検索バーが表示され、検索を行うことができるようになります。しかし G ボタンは表示設定を行わないとキーボードに表示されません。G ボタンの表示設定は Gboard アプリを起動し、表示される設定項目から検索をタッチします。表示されたページの G ボタンの表示のスイッチをオンにします。これで完了です。 Gboard の使い方は簡単です。 Gboard のキーボードに表示される G ボタンをタッチして、表示された検索バーで検索を行います。表示された検索結果の下の共有ボタンをタッチすることでコンテンツを貼り付けることができます。 Gboard は今のところ日本語非対応となるため活用の幅は狭いですが、今後の日本語対応に向けて設定や使い方を覚えておいてください。以上、2016年12月中旬より Android 向けにも配信が開始されたキーボードアプリGboard の設定と使い方のご紹介でした。